けれども、ソロライブの発表でした。イエーイ皆さんイエーイ、おー来たーって感じでしょ。ねえ、カロンも絶対ね、見に行きたいですね。おめでとう。おはようさんちゃん、こんばんは。ぷくぷくありがとう、こんばんは。あじーぐぐぐ、アイスありがとうございます。こんばんさんちゃん、こんばんは。みるちゃんのソロライブ、適正トビア感化しない、しない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 、ん、アイス迷ったら逆食べた、え、食べてない食べてないよ。こんばんは、あじー、こんばんは。重機も出るのか、どうなんですかね。みれちゃんソロライブ劇場近くの新しいホルダーね、行ってましたね。1分とか言って近っ。アイスありがとう、おやすみとチョコ、おやっとる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 、こんばんは。アイスありがとうございます、音符ありがとう、ぷくぷく、おやすみとチョコ、アイスありがとうございます。おはようさんちゃん、あ、ハテナつけ忘れたびっくりしたね、どうなのかな。ちょっとなんか瀬戸にも今頑張って考えてるみたいな話してたから、これからいろいろ決まっ、もう詰めていくというか決まっていくんだと思いますね。こんばんは、アイスありがとう、こんばんは、ぷくぷく、アイスありがとう。匂わせではなかった、チョコミントアイスを食べる、匂わせではなかった、食べてないですね。こんばんは、チョコミントアイスありがとう、こんばんは、遊びに来てありがとう、あっちアイスありがとう、ラスボスと、あ、いちごのアイスクリーム、ありがとうございます。なんだっけ、ストローベリーミ、ありがとう、あ、続けて、またまた、いちごのいちごのアイスクリーム、ありがとう、うん、やったー、ありがとうございます。アイスアイスアイスクリーム、こんばんは、遊びありがとう。あ、そう、ラスボスはねまだ倒してない、かのんちゃんはですね倒してないです。こんばんは、配信見てないから分かる、あ、そうなの、 X とかにもね情報載ってたから、ぜひチェックしてくださいね、みれちゃんのソロライブの。あ、え、めっちゃいちごじゃん今日、いちご尽くし、ありがとうアイスクリームボックス、ありがとう、いちごいちごいちごがいっぱい。そう、あのみれちゃんのソロライブのグッズとか多分、あ、チョコミントチョコミントあ、チョコミンコ、チョコミンコ、ありがとうアイス尽くしだ今日は、ありがとうございます、嬉しい嬉しいな。カノンが食べてないって言ったから皆さんが心配していっぱいアイスをくれたのかな、ありがとうございます。そうだ、そうそう、グッズとかチケットとか載ってたと思うのでね、はい、ぜひ見てください。あ、あ、キヨさんありがとうございます、アイスボックス、こんばんは。あ、餃子さん、アイスボックスありがとうございます、こんばんは。よんちゃん、なんでやねん、今から一緒に食べる、だって、それもいいね、こんばんは、こんばんは。ちょっとアイスを用意してね、おやすみとチョコ、アイスありがとう、こんばんさんちゃん、おやすみちゃん、ハートありがとう。あ、中年おじさんも、おんさんもありがとうございます、アイスクリームボックス、ハートありがとう、こんばんは、こんばんは、こんばんは、アイスありがとう。サマルさんもアイスボックスありがとうございます、で送りました、だって、いえいえ、ありがとうね、急に始めたから今日結構。こんばんは、アイスありがとう、バニラのアイスクリーム、イエーイ、ありがとうございます、全種出ましたね、ありがとう、アイスクリーム、アイシュアイシュ。ミントも言った、朝の可愛い仮面の少女は誰、あの動画見たら可愛い選択肢よね、嬉しいこと言ってくださいますね、ありがとうございます。
沢田かのんちゃんっていうらしいのでよろしくお願いします。チョコミタイさんありがとう。あ、タルキ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 ブクブクありがとう。ルカティンアンデスト東京ゼストジャズリーの楽しさ、あ、なんか上がってましたねお写真、こうやってこうやってゼストの文字の前でやってる可愛いルカさんが、こんばんはこんばんは、ハートありがとう。検査終わった、車壊れた、え、ショックショック車壊れたの、どういうこと。おやすみんとチョコハートありがとう、こんばんは、ぷくぷくありがとうございます。ぷくぷくポニポニになっていいよの合図かな、ダメだよ明日さ、鉄ななんだけどさ、衣装本当にお腹出しは明日はちょっとやめてほしいです。あ、くまちゃんこんばん、くまくまありがとうございます、くまくまありがとうね、 Thank you Thank you ありがとうございます、こんばんくまちゃんありがとう、アイスありがとう、こんばんは、アイスありがとう。おやすみとちこ、行きつけの焼き鳥屋さんもしおしまい、なんかやっこめし未遂みたいな新たなハッシュタグができた。アイスありがとう、あ、飯テロ未遂だったかな、やっこめし未遂、え、お、餃子さんありがとうございます、アイスボックス Thank you、アイスありがとう、今までグズヨイさんのアーカイブ見てたし、あ、ありがとう、グズってたの、グズってたら遅れちゃったの、あららら、らありがとうね、アイスありがとう。今日も、はい、今日の配信を発表します。ドゥ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 、あ、そのまあ、いいや、ドゥ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 、今日の配信は納豆配信、納豆納豆納豆、はい、納豆を食べます。で、納豆を食べた後に大富豪をやろうかなっていう配信になっています。それはなぜかというと、今日は納豆の日だからという単純な理由です。イエーイ、ハートありがとう、アイスもありがとう、ハートありがとう。今日三日寝ティーミン出てた未使用のかき氷食べてきたよ、だってサイマン見てきた、あ、本当に美味しかったでしょう、でっかかったでしょ、いいねいいね、一緒だね、美味しいよね本当に、サインもありがとう、ってくれて嬉しい、そう本当美味しかったのかき氷、アイスクリームありがとうございます、ハートありがとう、カノンさんお腹壊して、いや、スネ袋か、え、アイスいっぱいで食べれちゃうかな、ハートありがとう。居酒屋さん、居酒屋さんじゃ茶色のチェアになってる、なんでやねん、ハートありがとう、お疲れ様です。あ、夜くま改めてありがとう、じいさん Thank you、 ありがとうね、夜くま普通に我が家したら阻止されました、さすがですね、はいおめでとうございます、阻止されてました、ハートありがとう、結婚して阻止阻止、今日は豊洲で寿司食べました、おー、いいですね、寿司シースー、こんばんは、明日手をつなぎなら公園行きますよ、だって、待ってます、また明日さ配信で出席確認しますね、サンちゃんのタルキの言い方かわいいね、だってかわいい、ありがとう、タルキ難しいんだよね発音が、言えてんのかわかんないかも、おやすみとちょこ、お疲れ、おつさんちゃんこんばんは、ポニットがないとさらにダメだよ、はよさんちゃん、アイスありがとう、この間食べたさ名古屋蒸しがポニポニになってるかも、あ、またまたストロベリー、イエーイ、タルキータルキー、ストロベリーアイスありがとうございます、嬉しい、アイスボックス、ちょっと食べ過ぎだねこれはね確かに確かに嬉しい、ありがとう、うん、ありがとうね、あ、くも、ありがとう、大好きだって、こちらこそありがとう、大好きよ、ありがとう、ブレーキランプエンジン来ても消えないバッテリー上がってますなんか多分詳しくないし分かんないけど
お、なんか終わってる感じする。終わってるね。バッテリー上がっちゃったらもう終わりだ。アイスありがとう。明日の手伝い行きます。あ、待ってまーす。楽しもうね。また施設局に朝しまーす。アイスありがとう。ワッフルとドーナツ美味しそう。ジュースの差し入れもありがとう。じゃあちょっとね、納豆エンジェルっていうユニット、え、ちょっと後で聞かせて。あと一回ちょっと納豆系の話今から食べながらしていこうと思ってるので、皆様後でまたコメントしてね。ちょっと準備するね。キヨさん、アイスボックスありがとうございます。 Thank you、 ありがとう。バニラとストロベリーとミントだったら、あのあれが好き、ミントが好き、チョコミント。ではでは、本日はですね、納豆ペロペロ、納豆、納豆、なんと納豆、なんと納豆、ちょっと待ってくださいよ。さあ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 とお茶、今食べてる納豆をポストしてみる。一緒に食べ今納豆食べてるの、一緒じゃん。ポストしたの一緒ですね。ではでは、本日の納豆選抜をご紹介したいと思います。一番好きなやつでセンター決めようかな。最後にとりあえずメンバー紹介、まずこちら、じゃじゃん、いつもの納豆。これはですね、本当に今朝も冷蔵庫にあったいつもの納豆です。沢田家の何の情報っていう、いつもの納豆。エントリーナンバー1番、いつもの納豆。納豆毎日食べてる、え、めちゃめちゃ健康的だわ。そして次の第エントリーナンバー2、じゃじゃん、日本の大粒納豆。大きさ勝負ですね。はい、日本の大粒納豆。ほい、待って、7月7日電気日程が終わって9月1日8日の1日8日の前期試験の日程が出ましたって、頑張ってください。前期日程お疲れ様です。はい、お疲れ様、すごいびっくりしたよ。頑張ってね、お疲れ様だよ。続きまして、日本シリーズエントリーナンバー3番、日本の黒豆納豆。日本の黒豆納豆、こっちにはどれも売ってません。あ、そういうこと、海外の人は納豆に砂糖を入れるらしい。なんかでも聞いたことあるかも。超びっくりするよね。え、入れてみようかな、砂糖。北海道だし、ちょっと勇気があった。はい、でラストエントリーナンバー4番、じゃじゃん、ひきわり納豆。ひきわり納豆です。
なんか皆さんなんでそんな納豆の情報を知ってるの？今日納豆が食べたいけど納豆の日だから。でもなんか納豆について詳しいわけでもないし、どんな配信しようみたいな、ただ食リポして終わっちゃうかもって思ってたんだけど、なんか皆さんが納豆の知識がめちゃめちゃあるえ？納豆博士いっぱいない？なんか納豆の表示方法が変わったって地理総合の先生に聞いてみたら、表示方法が変わってた。納豆の表示方法ってなんだ？食べ方のレパートリーとかね。ああ、確かに確かに。ちょっと皆さんすごい教えてくれてありがとうございます。全部拾えてないから、またちょっと食べながら教えてね。丸あい納豆でなくて残念。ああ、そう、ちょっとね急遽の選抜なので、ちょっとね本当に急遽集められたメンバーたちでございます。ではですね、早速食べながらお話をしていこうかなと思いますね。ありますね。じゃあまずどれから食べよう。やっぱりいつもの味から食べましょうかね。こちらのエントリーナンバー1、白米はないです。なぜなら驚き桃の木、山椒の木、夜ご飯はもう食べちゃったからです。納豆夜食、はい。納豆は朝より夜食べた方がいいのよね。じゃあもうめちゃめちゃいいじゃん今回。これね、いつものやつはパキットタイプおいな、そうパキットタイプ、そう、からし、あ、そうなのよね、からし入ってないのは確かに。家だったらあのチューブで追加したりする可能は。天気予報をチェックしてみて、どういうこと？え、占いついてるよ、パキッと占い。いつもそんなの見ないで食べてた、もったいない。自分前にそれ一緒じゃん。そう、これはね、あの本当に革命が起こってるよね、この開け方は。占いついてるんだ。え、待って、こう、すごい、情報がいっぱいでね、コメントが読んでたらもうやばいと思う。大豆の遺伝子組み換えの関係、そんな納豆にそんなあれがあったんだ、すごい。遺伝子組み換え、タレがゼリー状の時、あー、ゼリーの、ゼリー状の、食べたことないかも。ちょっとじゃあ、ちょっと皆さん小林さんちゃん、ありがとうねじゃあ、まあ、ちょっとまず占いを見てみますね。パキッと占い、今日の運勢はとろ豆3つとろ豆3つだって。ラッキーアイテムはテレビ。へえ、開けてみます今日テレビ見た開けますね。これもね、全然開けやすいです。こうしたらこれをパキッとすると、ちょっと見せたいんだけどな、パキッとしてるところ。こんな上からやったら片手ではいけないか、さすがに横着いな。こう、まあこうパキッとするってことだよね。もうしちゃうね、下でパキッ、まさにパキッという音がしまして、はい、タレが入りました。これでも手も汚れることなくタレが入りましたよと、フィルムもピローンとならずに入りましたよっていうことですね。あー、タレ
入れてもうた。え、そういうこと？そのまま食べた方が良かった？え、そんな通な？そんな初めて見た。おお酢を入れると甘かったです。へえー、混ぜてからタレなの？ちょっと次やってみる。もう早くパキがしすぎ、したすぎて、あの入れちゃった。さあ、これ何回混ぜるかがちょっと、またこれタレを入れる前に知らなかった。いつもすぐ入れてたよ。じゃあ何回混ぜるか、まあ、正しい正解はない。何、絶対これじゃなきゃダメみたいなのはないじゃないですか。好みもあるし、だから分かんないんだけど、とりあえずあのいつも通り混ぜてみるね。これぐらいだねっていう、カノンはいつもこれぐらい混ぜるよっていうのをやってみるわ。なんかさ、ちょっと何、改めてやると分かんなくなりそうだな。でも美味しそうだなって思ったら止めますね。見てこれ、こんな感じね。今混ぜる前、たくさん混ぜるとうまみ成分が出るんだ。じゃあ混ぜていきます。納豆を混ぜる配信って何？カモはね、あ、しまった、数えるの忘れた、おバカだわ。え、でもこれぐらい、100回は絶対混ぜてない、30回ぐらい。どうですか、でも結構もうちゃんと混ざってる。混ぜたくない。待って、惚れてしまいそうです。、うん、ありがとう。全然足りない、少なくない。え、でもカノンはいつもこれぐらい、全然だ、白くない。ダメなしが固まるくらい。え、でもカノンはいつもこれぐらいなんですよっていう報告だからね。これが正解とは言ってないから、もっとガンガン。厳しいな、もう144回。まだいける。部活じゃないんだから。カノンは結構あのなんていうの、タレ感というか、こうなんていうのかな、水感というか、水っていうと聞こえ悪いね、こうあんまふわふわになっちゃうよりも、粒とタレがこうあんまりこう一緒になってない感じが好きなんですよ。俺たまに全く混ぜないでいきます。強いね、いいね。今度やってみようかな。あ、テレビで言ってたんだ、144回がベストかなって。ほう、じゃあ144回もどれかでやってみますね。144とか皆さんのあれも聞いて。混ぜるのもやってみるから、まず一パック目はカノンのいつものだから、いつもので食べます。いただきます。配信で食べるの難しいね。おお、あ、匂い嗅いどく、納豆の匂いです。いただきます。うん、うん、美味しい、いつもの味ですね。とてもいつもの味で、いつも通りとっても美味しいです。うん、
ちょっと比べてみないとね。次のを食べたらこの差がまた食リポできるかも。うん、多分ねこう納豆の一粒一粒は割と小さめかなっていう印象ですね。これはタレがもう大好きなの。このパキッとタレのタレがなんか結構濃いめな気がするんだよね。そうだから濃いしちゃんとこうなんか量が入ってる感じがして、パキッとタレは美味しいですね。そうからしがついてないんだけど、もうタレだけでしっかりこうなんていうのかな、もわっとしないというか、タレだけでこうしっかりと完成する感じがありますね。伝わってる？わ、ご飯食べたいね。もう食べちゃダメだけど、ご飯食べたくなる味。うん、うんふん、うん、納豆ダメな人ほんとダメなんだ。え、言うよね、もう匂いが無理みたいな。あとはなんだろうな、豆も結構柔らかめな気がする。うん、あとね、周りが硬くない柔らかいっていうのはふにゃふにゃってことじゃなくて、こう周りにの納豆のこう膜っていうのかな、があんまりなくて本当に食べやすいんですよね。なんかこってこないっていうか、うん、美味しいです。ごめん大事で、確かにね、欲しくなる。わさびドレッシングをちょいと入れて、うん、納豆にキムチ。そうアレンジもね、アレンジ一緒に食べるのもなんかいろいろ好きなものとかこだわりとかありそう。お揚げ入れ、お揚げに入れて焼くのか、へえ。お揚げってあのお稲荷の、うん、あお茶はねもちろん飲んで口直しして次に行く。なんていう納豆、え、なに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 、くるみ冷たいそうめん食べたい、爽やかな配信して、もうねカオンさんはもうネバネバで行くからネバネバで行くから、食パンに入れてオーブンでチンと、あ、ね、ありますよね。あとなんかアピールポイントを探してみようかな。まあ占いついてるのはね、やっぱ毎日食べる人からしたらちょっと嬉しいですよね。今日は何かなって、やがて命に変わる蜜柑、金納豆、金の粒、お、8月31日宿題を少し頑張ったのでご褒美に内緒で冷たくて美味しいアイスを食べました。待った待った待った、何の日記かなこれは日記が書いてあった。こういうのも面白いですね。なんていうの、パッケージこのなんか豆のキャラクターなのかな、もう可愛いしパッケージも面白いですね。ふわとろ納豆調理で、へえ、いろいろと可愛いですね。うん、納豆はヘルシーだしね。タンパク質ですよね。はい、そんな感じです。美味しかったです、いつも通り。
ちょっとね全部食べてると大変なので、美味しく、あ、美味しくいただきます。家族で絶対にこの後美味しくいただきます。大好きなんで。ありがとうございます。エントリーナンバー1番、とろっと豆でした。あ、とろ豆でした。とろっと、とろとろ豆でした。ありがとうございます。じゃあちょっとお茶いただこうかな。あの、あるあるだけどさ、あの納豆を食べてる時のペットボトルはちょっとね、もうそれでその時に飲み干さないと次飲むのは絶対ちょっと可能は無理だな。結構うってなるこれめっちゃ時間かかるので、え、思いました。さあ、じゃあエントリーナンバー2番早速いってみましょうかね。はい、エントリーナンバー2番は日本の大粒です。こんな感じ。パックはシンプル。じゃあ開けます。日本酒を作ってる人は納豆を食べれないらしい。え、どういうことだろう。からしついてるかなね。お、お、ついてます。からしがついてますからしがついてます。なんかこういうのを使って工作してた。なんか教室の裏とかにスローガンを作るときに、ここになんか画用紙を貼ったり折り紙貼って、でここになんか文字つけて、こうみんな作って貼るみたいなのをめっちゃ思い出した今。うわー、でタレとな、からし。うわー、すごい大粒だこれ。フィルムを剥がします。カノンはもう普通にフィルムをこうペッてやったら、もう蓋にペッてペッてします。でもくるくるくるってしたら OK OK OK。 見てください、これもう明らかですね、大きさの違いが。先ほどのお豆と、ちょっと光が、あらららら、全然違う大きさが。でかいですね、大粒。蓋の隙間から引くパターン。おお。もうこのペッてやっちゃいます。いつも額に納豆はやばいねではでは、これを何、その前一回先に混ぜるんだっけ。先に混ぜるね。でもなんかこれ144回は、これも144回でいいのかななんかちょっと違う。先に混ぜてみるね。じゃあ次5678910123456789301234567890123456789601234567890123456789607070。なんかちょっとグロくない？ 12345678980。 合ってるかな。123456789101234567890123456789201234567890123456789401234567890と1234。混ざりました。混ぜ方雑だった、ごめんなさい。
あ、旨味成分、確かグルタミン酸が出てくるはず。ほう、グルタミン酸が旨味成分になるんですね。へえ、箸が折れるぐらい、もう手も折れちゃうよ。その10回飛んだ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 OK 完成しました。もうめちゃめちゃちゃんと混ざってる。でここにタレを入れるということですか。入れますよタレ。グルタミン酸は味のこと。じゃあもう本当に旨味なんだ。えタレ入れます。タレ、ハロー初見さんありがとうございます。違います。入れちゃったけど大丈夫。一つ食べたいね。はあ、ちょっと次やってみる。それ先に何も入れないで食べてみるってことね。かかってないとこあるから。アイスありがとう、ハートありがとう。ちょっと食べてみるわ。うん、うん、うん、全然違う。全然違う。なんて伝えたらいいんだろうこれ。え、柔らかいです。大きいけどめちゃめちゃ柔らかくて、なんかちょっとね、なんかちょっとこう爽やかというか、爽やか感じる。爽やかって普通にあの爽やかだなの方の爽やかね。お米の味しました。めちゃめちゃよし。今度かけてちょっと混ぜて食べてみるね。からし入れたらなんかからしの味が強くなっちゃうかも。だからあの一旦タレだけでいってみますよ。ではいただきます。うん。なんか納豆が粒が大きくなって納豆感が強くなるかなって思ったんですよ。納豆のもうよく言う納豆嫌いな人から言ったら臭いっていう納豆臭さだけど、まあ、好きな人はめっちゃ好きなその納豆の匂いというか、な匂いじゃないな、納豆の味がめちゃめちゃ強くなるんじゃないかなと思ったんだけど、逆だね。カロン的には食べやすくなった気がする。あとすごいネバネバがすごい、しっかり混ぜたからかな。うん、うんふんふん、おいしい。だからなんかちょっと爽やかというかね、なんかあれみたいな。からし入れてみよう。めっちゃおいしいです。でも本当にこれなんかご飯と食べるのもおいしいだろうけど、
かん、あのご飯と食べるよりももう納豆としてなんか一個食べる感じをちょっと感じるね。なんかご飯にこうなんだろうかけた時にこう上に乗ってこうご飯と絡むっていうよりも本当に一つのねなんかおかずというか一品として食べたい感じ、大きさ的には美味しいと思うけどね、ご飯にのせても一品として食べてもすごく満足感のある納豆です。からしやっぱからしは美味しいですね。ふわっととってもからしになりました。美味しい。からしが入ると全然違うよね。全然変わるよね。とっても美味しいです。エントリーナンバー2番、日本の大粒納豆さんでした。パチパチ、あ、すごい口がくっつき始めちゃった。美味しいです。ふわっとこうからしの香りがとっても美味しいです。ではちょっとこれ閉めれないの、エントリーナンバー3番に行きますかね。明日ちゃんともうさ歯磨きしてブレスケアを食べていくわ明日ブレス。さあ続いてエントリーナンバー3番、じゃじゃーん、日本の黒豆納豆。黒豆納豆です。同じところですね、出してるところはさっきの大粒納豆と。待って、さっきの大粒納豆のさパッケージ見てなかった。大粒納豆、うまみとコクのある北海道産コクメ黒に目ね、大豆を使用し柔らかくもっちりした、もっちりっていう表現をするのか、美味しい納豆に仕上げました。へえ、食レポの勉強になりますね。納豆にもっちりという表現を、素晴らしいですね。北海道産大豆 100% いいですね。豆へのこだわりを感じますね。食べ比べ、そうです。さあじゃあその黒豆ですね、今度は開けていきます。結婚して、そしそし、あ、黒豆は砂糖がいいの？え、砂糖を持ってきてくれるかな明日の納豆の糸を引きながら来ないからってやめて、絶対にそんなわけにはいかないよ。え、お砂糖って普通の砂糖でいいの？すぬママさん、誰か納豆にお砂糖、お砂糖、食べたことない。お茶飲むか。ちょっとね、どうしよう。砂糖でもなんか食べ比べだから砂糖にしちゃったらもう全然変わっちゃうもんね。ちょっとやめとこうかな、砂糖はね。またちょっとどこかで食べてみる。
ウイスキーじゃないよ。ねえ、ちょっとお豆の味をじゃあ味わいたいので、砂糖はまた後日やってみようかなって感じで、お茶飲みます。はたありがとう。緑茶、緑茶です。さあそれでは、おお、開けました。納豆がいっぱい。さあ、黒豆納豆のビジュアルはこちらです。じゃじゃーん、ガングロー、黒黒。あ、唐揚げね、そう、中ちゃんさんに教えてもらった唐揚げ納豆も美味しかったですよね。真っ黒だね。大粒ですね、こちらも。黒い。黒豆はやっぱ黒いですね。加入した頃のカノちゃん、おい、じゃあこれおせちのとは違う。あ、なんか匂いが違う、多分。匂いって、でも納豆は匂いだよね、香りじゃないですか結構。でも納豆なんか香りか、香りです。納豆の香りがなんか黒豆だからだよね、絶対そうだよね。全然違う、なんか全然違う。よし、混ぜていきたいと思います。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2,3,4,5,6,7,8,9,40,1,2,3,4,5,6,7,8,9,40,1,2,3,4,5,6,7,8,9,60,1,2,3,4,5,6,7,8,9,70,1,2,3,4,5,6,7,8,9,100。混ぜ方の癖が強い、本当に。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2,3,4,5,6,7,8,9,20,1,2,3,4,5,6,7,8,9,30,1,2,3,4,5,6,7,8,9,40,1,2,3,4。今日は7月10日。行きました。えん、えん書いてる。うん、オッケーオッケーオッケー。さあ、混ざり終えた黒豆がこちらです。じゃ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 ーん。あれだね、糸もちょっと黒め。すごい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 、なんか粘り気が強い、さっきよりも。気のせいか、すごくない、なんかもすごくない、なんか粘り気、糸の引き方がもう粘り気がすごい。一個いただきます。うん、全然違う、香りが全然違うかな。
下手くそだったね。香りが全然違うかな、さっきと比べても。やっぱりでもなんか爽やかな感じは一緒やっぱり、うん、混ざり方が足りてない。あ、そうなの、個人差ね。そうですよね、好みありますよね、追い混ぜ。うん、濃いっていうよりもなんか香りが豊かって感じ。うん、切り口って書いてある。どっちも切り口や。あ、ちょっとタレが違う。カツオ同じとこだけどさ、さっきのさ普通のっていうかノーマル大粒とさ黒豆大粒タレが違う。カツオ風味だってこっち。タレついてるよ、今から入れます。いやー触っちゃった。カツオ黒豆はタレとわさび。わさびか、わさび納豆あんま入れたことないかな。手についた。手についた。おう、おお、タレがカツオがいるわ。カツオがいるわ。海鮮カツオがいますね。もうちょい混ぜて、いただいてみようと思います。本当に大きい。うん、うんうん、うん、しっかりしてる。お豆がしっかりしてます。おいしい。ホクホクじゃない？こっちの方がなんか多分なんかホクホクに近い気がするな。なんかさっきのノーマル大粒さんよりがもちもちっていうのがなんかこれ食べてわかるかも。ホクホク系かも。うん、ちゃんと黒豆だ。あのおせちの黒豆うん、皮もねやっぱちょっとこうしっかりめで美味しい。あ、本当にこれも納豆臭さが全然美味しいです。納豆嫌いな人食べやすそうだけどな。香りもね、あのカツオのあれタレだからか全然納豆って感じじゃないですね。本当にうん、お豆の香りがなんか一番お豆の香りが感じられるかも。納豆のあんは嫌じゃない。嫌じゃない。美味しいです。私の推しは本当に美しいです。カロンかな、ありがとうございます。でやっぱ黒豆はツヤツヤですね。ツヤツヤ、黒いからツヤツヤです。とても美味しい。
豆食べてる。本当にお豆だね。とっても美味しいです。そしてパッケージを読ませていただきますと、北海道産黒大豆を使用し、コクのある匂いの少ない美味しい納豆に仕上げました。はい、そうでございますね。本当にパッケージに、パッケージのコメントにはいとか言っちゃった。いや本当にそう、美味しいです。うん、コクなのかこれは。なるほど、体にいい水使ってます。ふー、美味しい。気になる、食べてみてね美味しかったです。ではえ、結構なんだろう、もうなんかいっぱいっていうか、なんかもう満足度がすごい。頭あの糖分とか食べたら、食べ過ぎると頭痛くないけど、こうなんか満足度が出るじゃないですか、こう分泌される、その旨味成分で多分満足度はもうめちゃめちゃもう大満足なんだけど、もう一個あるのでね、なんかプキーンみたいな、うまみ成分でパキーンみたいになってる。わかるかな、この辺にうまみ成分がもう来すぎちゃって、満足って感じ。お腹はいっぱいじゃないんだよ、そんなね、なんていうの、量は食べてないからなんだけど、満足度がすごい、うまみですね、きっと。さあ、そしてエントリーナンバー4番、ラストはひきわり納豆です。昆布だしタレ付き、よいしょ。ではこちらをいただいていこうと思いますが、入れ物はシンプルです。一歩マスクボーね、リセットします。確かに危ない、忘れるところだった。そう、もう夜ご飯食べたから満足なんだけどね。引き割り納豆依存症とかあるのか、え、どうなんだろう。まず食べない、引き割り派。これも分かれそうだよね。開けてみます。栄養価が高いの、へえ。日本酒、はう、日本酒。お豆とさ、お豆、納豆と日本酒でさ、カロリー大丈夫じゃないかも。カロリー高いの、エネルギーか、もう知らない知らない。さあ、もう本当に引き割り、めちゃめちゃ引き割りだ。好き派とね、あんま食べない派、めちゃめちゃ分かれそう。引き割りは、おお、全然違う。おお結構なんて言うんだろう、発酵してる感っていうの、すごいかも。よし、じゃあ混ぜていこうと思います。引き割りはなんかすぐあれなりそうじゃない、なんて言ったら、まずすぐふわふわになりそう、細かいから。中ちゃんさんも納豆食べ始めた、嘘、本当に今じゃあ一緒に食べてるってこと、中ちゃんさんと。ええー、
か。じゃあ混ぜますよ。腐ってるでしょ。全部腐ってるでしょ。だってそういうものでしょ。え、違うの。いきますよ。混ぜます。 1234。はーい、しっかり混ざりました。はい、しっかり混ざりましたね。あ、でもなんか思ったよりこうふわふわってこう糸が出てくる感じじゃないわ。なんて言ったらいいんだろう。豆の種類もあるんだろうけども、糸が透明じゃない？すごく白っていうより、糸が透明だよ。透き通っていらっしゃいます。ほら、食べてみようかな、そのまま。うん、納豆ですね。納豆ですね。でもやっぱ舌触りがね、引き割りは。うんうん、これはね、やっぱり舌触りがやっぱ引き割りは楽しいよね。あの切れてるから、あの納豆のその断面といいますか、粒が、粒粒とは言わないか、切ってるから、食感がやっぱ楽しいのと、あとね、本当に納豆の、納豆のこういい意味で納豆臭いところ、納豆の香りが大好きな人にやっぱ引き割りはもってこいなんじゃないかなって思う。この引き割りを食べたことによって、なんていうのかな、他のものもすごい味がこう分かった。だから一番シンプルにこう納豆の香りがポンとくる気がするな、引き割りが一番ね、美味しいです。あとなんかね、引きがすごい、この混ぜてる時からそうだったんだけど、なんか重いの、混ぜるのがそれだけこう、なんていうのかな、弾力じゃないもんな、粘つきが強いですね。粘つきが強い、だから口の中でも結構グッとこうネバネバ感を感じる。だから本当に納豆の香り、納豆が食べたいぜってなった時に、納豆の香りと
納豆のこのネバネバ感を一番感じられると思う、引き割りが。じゃあ昆布だしをかけてみますね。美味しそう、昆布だし。納豆がたって1時間やばい。うん、そしておやっぱ違いますね、香りが。昆布さん、これも混ぜまして、おお美味しそうです。いただきます。うんうん、美味しい。結構濃いめだ、昆布だしめっちゃ濃いぞこれ、めっちゃ濃い。うん、これあれだ、ご飯にめっちゃ合うやつだ。やっぱ多分ね、ひきわりさんは今回魅力を最大限この戦いにおいて、ちょっとネバネバしてね、ごめんなさい。この戦いにおいてちょっとひきわりさんは不利ですね、多分。多分この戦いにおいては不利だと思う。ひきわりさん、ひきわりさんの一番いいところがまだ出せてない、多分ね。ひきわりさんはご飯と共に出て一番なんだと思う。わかる？このひきわりだからこそご飯にこう絡んでいく感じと、この昆布だしの味が濃い感じも、それがねちょっと今回の戦いにおいては良さが出し切れませんね。困ったねこれね。ひきわりさんめちゃめちゃ美味しいのよ、めちゃめちゃ美味しいんだけど、多分もっとご飯がいることによって引き立ってくるんだろうね、引き割りだからね。はい、ということでめちゃめちゃ美味しかったです。どれも引き割りさんのパッケージはおかめ納豆でね、これおかめさんがついてます。ちょっとからしは結構、昆布だしが結構ガツッとしてたから大丈夫かな、今回はご飯もないし。美味しいからこの笑顔。美味しい、うま味、うまみじゃないんだ、うま味。これはあ、うん、納豆の表面に白い斑点が現れます。これクチロシンというアミノ酸の結晶。ほいほいほい、美味しかったでございますね。ということで全4種類が食べ終わりました。パチ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 、皆様カノンの納豆を食べる姿にお付き合いいただきありがとうございました。熱々のご飯納豆菌がおなくなるように、あ、そうだね、ちょっと冷めたというか、ちょっと冷ましたご飯の方がいいんですよね。あれ、クメン納豆と山田納豆は、だって、いやもうまた、なんか今日でまた他の納豆も食べてみたくなりますよね。あ、危ない、相手だ。ようやく大富豪に進む、本当に。じゃあちょっと振り返りをしていきたいと思います。まだ終わらないよ、まだ。でもそう、あんまり長くはしないけど、もちろん。これ引き割りかな、黒豆、これこうで、黒豆で、これこうで、これがこうかな。よし、では振り返りをしますと、あ、その前に皆さん、あ、
本の1位を1位っていうのはもう総合1位ね。多分どの分野でっていうことになったら全部1位だと思うんだけど、カノンが食べたい、カノンがじゃあ美味しかったでいこう。美味しく全部美味しいんだけど、その中でも美味しかった1位を今日美味しかった1位を発表します。好きだったなみたいな、今日の大会における1位で、皆さんの1位もちょっと知りたいんで、皆さんはカノンの食リポと実際のこう映像で納豆を見てどれが一番美味しそうだったかっていうのをね、投票してください。はい、カノンはもう決めました。心にこれですっていうのを決めたので、皆さんのまず食べてみたいな、美味しそうだな、わこれ美味しそう、食べてみたいと思ったやつを投票してくださいね。今からさあ、エントリーナンバー1番はとろ豆ちゃんです。はい、覚えてますか皆さん、最初ですけれども。でエントリーナンバー2番は日本の大粒ででん。そしてエントリーナンバー3番は日本の黒豆。はい、続いてエントリーナンバー4番は引き割り。覚えましたか皆さん。1がとろ豆、2が大粒、3が黒豆、4が引き割りです。投票開始。ディ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 ンディディンディン。皆さんが食べたいなって思ったやつとか、美味しそうだなって思ったやつ、カノンの1位はもう決まってるから、今日の1位は、ティ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 ンティ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 ン、チュン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 。投票終わりましたか皆さんは。決まりましたかね。じゃああと10秒で、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、締め切り。ででん。お、結果発表。一番多かったのはででででで3番の日本の黒豆。ちゃちゃちゃ。はい、視聴者投票を食べてみたいと思ったランキング1位は3番の黒豆でございました。白いご飯と黒豆のコントラストか、素敵確かに素敵、モノクロ、ね、白黒でいいですね。こんばんは、食べたことないから食べてみたい、おー、などなどの見た目のインパクトもねありますね。確かに一番食べたことなかったんだ。おー、確かに食べてみたいってなるとそういう気持ちっていうか投票結果につながりますね。確かに普段は1だけたまに見つけど3を買います。おー、その黒豆美味しいのよね。スタンドを狙いすぎた場合、お、そんな感じでですね、1位は3の黒豆、そして2位が1のとろ豆そして2位が日本のタイですね。2位タイが2番と4番の引き割りと日本の大粒です。ありがとうございます。さあ、ということでカノンさんの今日食べた1位を、総合1位を発表したいと思います。それはでん、エントリーナンバー3番日本の黒豆イエーイ
聴者投票ともに、食べてみたい投票ともに2冠に輝きました。日本の黒豆、本日は強かったですね、日本の黒豆さんが。はーい、ね、感想としてはこう、お豆の味が一番感じたかなっていうのと、あとお豆の味っていうと難しいんだけど、納豆なんだけど本当にお豆料理を食べてる感じがありましたね。だから納豆1位ではないです、今回これなんだのは。本当にどれもそれぞれに長所があるので難しかったんですけど、今日食べて、あ、美味しいってカノンがもう単純に好きみたいになった一番は日本の黒豆でしたね。はい、すごくお豆のこうなんていうのかな、ホクホクとは違うんだけど、熱くないから舌触り、あの噛んだ時のお豆の中のさ舌触りもすごく美味しかったし、味も美味しかったし、あの決してインパクトでは選んでなくて、カノンはあの食べたからね、皆さんは映像だからインパクトもすごい大事だと思うし、香りもないから情報がね、カノンの表情と言葉と見た目しかないからあれなんですけど、カノンはもうインパクトももちろんあるんだけど、そこじゃなくて本当にお豆の味として美味しかったし、なんかいいなって思ったので黒豆を選ばせていただきました。はい、ということでここでおさらいしようかな。おさらいさせていただきますと、カノンがまずとろ豆さんはですね、もう全部美味しいのよ。とろ豆さんは本当にあのなんていうのかな、オールラウンダーじゃないけどオールラウンダーじゃないけど、ちょっととろ豆さんだけね、カノンが知らずに先にパキッとかけちゃったので、お豆だけで食べられてないのはちょっと残念なんですが、本当に納豆食べたいなって思って食べるじゃん。で結構毎日食べるってなったら、まあそれこそね、朝食で毎日食べるとか、毎日食べるってなったらやっぱとろ豆さんが一番かなって思いました。安定感、いつも食べてるってもあるけど、安定感とこうやっぱ朝食でご飯と食べるってなっても、本当に朝ごはんで毎日食べるならとろ豆っていう感じで、とてもね美味しかったです。はい、やっぱタレもね美味しいんですよ。器用ですね。なので毎日朝食で食べるならやっぱりとろ豆さんが美味しいかなと思います、この4つの中では。はい、で日本の大粒さんですね。日本の大粒さんはそうだな、こう納豆、日本の大粒さんだけでなくこの日本の黒豆と日本の大粒さんはですね、本当にご飯と食べるのも美味しいと思うんだけど、ご飯と食べるよりも一品として納豆料理として食べれるような、あのお豆料理として食べれるような感じで、本当になんて言うんだろうな、一つのおかずとして食べるのがおすすめかな、カノンのね、カノンのおすすめです。だしなんかすごくなんか健康になりそう、なんかちょっとおしゃ健康ご飯の一品にあったらなんかおしゃれな感じがするそういうさ、健康とかバランスとか考えた時にもこう一品これを入れるとなんか料理できる感じがする。なんかこう全部の中でこう、あ、お料理にハマりましたっていう感じで一品になりますね本当に
一品になります。本当に美味しかったです。あとね、あの本当に納豆のなんだろう、臭みっていうのが多分少ないので、大粒の方は、まあ、朝一品に食べるのもめちゃめちゃありだなっていう感じですね。臭みが少なめなので、納豆嫌いな方にもこの2つはぜひ食べてみてほしいなという感じです。で、まあ黒豆は先ほどお話しさせていただきましたけれども、まあ、インパクトもあるのでね、ちょっと食べてみたい方は本当にぜひ食べてみてください。そしてラスト、ひきわりさんはですね、もう本当にひきわりさんはご飯と食べてあげたいですね。ひきわりさん、やっぱご飯と一番こうガッとこうタッグを組んだら強いと思います。絡む力というか、ご飯と黒こう豆がこうもうがっちりこう合体ってなって、あの口の中に入ってきてくれますし、一番こう納豆を食べたいぜ、納豆好き、納豆のこうちょっと納豆臭さというかね、納豆のこう納豆をダイレクトに納豆、うわネバネバ納豆っていうのが食べたい時にはひきわりさんが一番いいかなと思います。ご飯とぜひ食べてあげてください。はい、ということで皆様、今回の戦いはもう本当に強者揃いで、急遽集めたメンバーだったんですけど、みんなに個性があって本当に大盛り上がりの大盛り上がりの大会になったのではないかなと思います。ありがとうございます。パチパチパチ、明日セブンイレブンの日セブンイレブンさんはね、いつもねお世話になってますね、本当に。はい、でなんだっけ、納豆なんだって、納豆なんとかっていう曲があったの、ユニットがあったの、ちょっと聞き逃せない情報が始まってたよ、通ってこなくて今来た、あそうなの、今納豆が食べ終わったよ。カオさんが一番癖強いですすごい美味しかった。今日は納豆を4種類食べてみました。納豆の人いうこと、納豆エンジェル、へえ、うわ、またまた当たり、アイスボックスの当たりボックス、ありがとう T さんありがとうございます。当たり、お、え、あ、はい、何ですか、あ、忘れてましたはい、ということで今納豆が食べ終わったのですけど、あー、お口がとっても納豆になったな、ちょっとさっぱりしたいな、ということでじゃじゃん、じゃ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 ーん、チョコミントアイスチョコミントアイスくんの登場でーす、ダラダラッとかー、チョコミントアイス、めっちゃ大量じゃない、なんかさすがにこれはやばい、全部はちょっと食べないときますでもね、ちょっとせっかく用意していただきましたし、あの今のお口が納豆でね、とてもこのままじゃ大富豪できないので、少しいただこうと思います。では見て、このチョコのこのバキバキ感伝わる、バキバキ感、おいしそう、これやばいよね、チョコミント、いただこうと思います。だから本当に衣装さん、この配信を見ていたら明日絶対にお腹出しにしないでくださいお願いします、待ってこまないでください、カノンさんにお腹出しを、明日は本当に明日だけは勘弁してください。いただきます、
細かい。爽やか。やっぱチョコミントくんは爽やかですよね。一瞬にしてすっきりとしてくれます。うん、おいしい。やっぱりチョコミントくんは美味しいですね。缶が好きになったアイスでございます。さすがでございます。うん、あーすっきりしたあーすっきりした。本当にすっきりした。なんか納豆をいっぱい食べてたからさ、本当にすっきりしたな。納豆美味しかったんだけど、さすがにさ4種類の納豆を一気に食べるのは食べ過ぎだよね。うん一気に食べるのは食べ過ぎですか。はい、え、納豆も爽やかだったんだよ。そう、爽やかだけど、ミントにはミントの爽やかとはまた違うじゃん。ミントの爽やかには勝てないよ。爽やかでは納豆の良さがあるから。はい、じゃあちょっとお片付けしようかな。片付けして、持ってってもらおうかな。うちに来てくれるかな。皆さんが欲しがってる。いいよ。今日は納豆であんできなかったしね。まアイスもちょっとなんか配信でするやつじゃないかもだけど、あーだだーこ、うん、おいしい。よいしょ。納豆を、納豆をちょっとちょっくら片付けてきますね。ではちょっと待っててくださいね。
はい、ただいま戻りました。はい、ということで今ね置いて戻ってきたじゃないですか。この部屋めちゃめちゃ納豆だめちゃめちゃ納豆の香りがしてる。納豆の香りというか匂いというかめちゃめちゃ納豆納豆パラダイスになってます。じゃお納豆パラダイス。ついてない。よし、ということで納豆の日になんと納豆を食べてみた企画でした。ありがとうございました。やっとこさん大富豪ができますね皆様。できました。美味しかったなと。あれも買えますね、大富豪のさコメント。どこ？オッケー。さあ皆さんも準備できましたか？大富豪の。あ、ダブルアイスありがとうございます。そうですね、38分かな第1試合を始めたいと思います。はーい、おやすみとき、今日こそカノンさんと対戦できますように。できますように。うちやっぱハスキーな時の声赤に似てる。あ、声ね、やっぱ最近似てるなって思う。あ、こんばんは。ちょっと意味が違うか。さあカノンは貧民です。今貧民いいね押しちゃった、ありがとう。11時頃まで参加します。はい、ありがとうございます。お願いします。カノンは、まあ、12時ぐらいまでできたらなとは思っております。はい、おやすみとチョコ。まあ、眠たい方とか、あの明日早い方とかね、やることがある方はもうぜひそちらにもうすぐにでも行ってくださいね。見られるよっていう方はぜひ一緒に大富豪して配信見ていただけたらなと思います。まあ納豆も食べてちょっとね満腹なので、かのんさんもちょっとこう
夜のまったりな感じで配信していくと思います。おやすみとチョコ。かのんちゃんのステータスは貧民ステータス合ってるよね。チョコミントアイスありがとうございます。かのんさんは貧民チャンスタイム。今夜も9月の幕張をかけて遊ぶからなんでそれをかけてるのよ。当たりますようにすいません俺は皿洗いします。えらいえらいクレーだって。えらいほんとえらい。今日はさあのパックからいただいたけど納豆お皿に入ってたらさそのご飯とかにかけて食べた時とか洗うの大変だよね。納豆ネバネバするから。ああ毎朝4時起きです。早い寝てくださいね。寝る方は毎朝早いです。毎日早いですけど慣れましたってさすがでございます。そういえばまた先ほども当たりを引いてしまったから今夜もダメかなね。当たり今回めちゃめちゃ出てるよね。アイスボックスありがとね。洗ってあげるよだって。え納豆のついたお茶碗を。申し訳ないな申し訳ないな。それはさあどうかな。おヤコファミリーいました。イエーイイエーイ。ペコリゴン。カノンのカードの方とアヤメロさんのカードの方と水野愛理さんのカードの方愛さんのカードの方と対戦中です。バランで拭くと綺麗に取れる。え？そうなの？バランってお弁当のとかに入ってる？と綺麗に取れるの？納豆洗うのは大変特に箸。ああそうだね箸はだから大変だからあれ割り箸で割り箸があったら割り箸で食べてその割り箸はもう捨てちゃう。割り箸もこう綺麗めのやつとかだったら全然洗うんですけど納豆はもう犠牲覚悟で。あコメントありがとうございます。ハートありがとう。おーかっこめい。ペコリゴンおめでとうございます。ヤコファミリーがあー間違ったな。革命返しできたのに間違えちゃった。大富豪で上がっていきました。おめでとう。あー今めちゃめちゃ間違えた。革命返し革命する。あああーダメだー今のはダメだった。明日まで東海握手会を申し込みして当選はしても実際までしないと欲しいになっちゃったね。あそうね決済忘れないように気をつけてくださいね。納豆ネバネバ平常況納豆ネバネバ美味しかった。おはようさんちゃん。おーそうなんだ。へえ。大富豪キープ。バラン得意やん。忖度してくれてるもしかして。あーありがとうございます。
忖度してくださったヒミキープです。大富豪、あ、チャンスタイム、ヒミキープです。対戦してくださった皆様ありがとうございました。次は43分のカノンはヒミンです。バラン配信見てませんだって、懐かしい、だいぶ前ですよ。バラン、おはようさんち、おはよう、もちが大好きです、ありがとうございますこんばんは。カノンはヒミン、今日のカノンさんのボスの動画最高に素敵でした、大好き、ありがとう、嬉しい。あれはね、本当にちょっと前に撮った動画なんですけど、そういえばこんなの撮ってたと思って。こんばんは、優しい世界が広がる、うん、ありがとうございます、忖度していただいて。こんばんは、カノンさん、バラン鼻の下につけてる写真あるよだって、いいのよ出さなくていいのよ出さなくて、ありがとうね、大切な思い出として撮っといて懐かしい、おい、どうかな、お、あ、横目にいる、おー、こんばんは、おはようさんちゃん、ありがとうございます、ゆっくりごん、ありがとうね、はやさんちゃん、会えて嬉しい、ありがとう、やったん、ポキポキしちゃった、それだ、な何出そうかな、11かな、今回はほののさんのカードの方と、知ってるけどね、知ってるけどね、りかちゃんのカードの方とカノンのカードの方と対戦中です、ありがとうございます。わ、めちゃめちゃ水色の星がいっぱい、ありがとうございますおはようさんちゃん、アイスありがとう、おー、つよつよ、ペコリゴン、強かった、大富豪さん、縛り、大貧民にはならないようにそうそうしてくれてた、ありがとうございます、1枚ずつ出してくれてありがとう、じゃんじゃん、ちゃかちゃか、あ、もしかして忖度してくださってるんじゃない、ありがとうございます、ペコリゴン、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、対戦、次は48分でカノンは貧民です、なかなか貧民から抜け出せませんね、こんばんは、席外さなきゃ、音で、あ、外さなきゃ、いや、いってらっしゃい、おでこ配信、あ、失礼ポップダメよダメ、おでこ配信になってた、失礼しました、最近は夜に配信なんでしょ、うんとね、朝も夜も配信してます、あちーのうちに会いたい、あわよくはミキのうに会いたい、うん、会いたい、カノもミキちゃんにもミオちゃんにも会いたい、アイスありがとう、エスミントチコ、こんばんは、ポッポさんはですね、もうその後は、はい、本当に
もうあの時にご報告させていただいた通り、ちょっとね今回は難しかったんですけれども、そうママポッポさんパパポッポさんは元気にしてると思います。はい、元気に生活してくんだよ。素敵な時間をありがとうだよ、ママポッポさんパパポッポさん。そして卵ちゃんたちありがとう。ほののちゃんカード私にしたりしてます。対戦ありがとう。最後あれなんだっけ、忖度してくれてたでしょ、ありがとうございます。大砲キープです。お、チャンスチャンス、かぶっちゃった。初見です。なんでやねん、持ってきてオートで大富豪キープしてた。お、じゃあ対戦できますように。もうすぐもうすぐ、ほい来るかな。対戦ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。私はいつも普通、え普通ですか。昨日みおちゃんと対戦したよ、だって。あ、いいな。おこんばんは、おはようさんちゃん。めちゃめちゃメンバーと対戦しそうなイメージですね。さすが。おやすみとチョコ、のちのち、かわいのち、好き好きのち、さあ、きようよ、さらへよ、あ、こんばんよ、いっぱい、あ、きようよ。ありがとうございますね、たくさんたくさん好きやありがとう。そう、すごい、2が2を3つもくれ、 2がいっぱいだ。あ、これは忖度してくれたんだ。虹がどこかにラジオ聞いたけど、なきちゃん、その虹が22の星になった。あー、囲めになっちゃった。さすがだったな、キーさん。おぉ、ラブレターありがとうございます。アミちゃんはワンピースなら右に出るものはいない感じ。すごい、さすがだ。コメントありがとうございます。アイスありがとう。はようさんちゃん、え、やばい、どうなるんだこれ。これどうなるの、パス。これどうなるの。おお、強い。革命返しができないからね、もうだいぶ。そうよね、ありがとうございます。すごい、大富豪の方が反則負けしてくれた、ありがとうございました。お、ヒミンキープです。めっちゃ強いちゃんと思ったら反則上がり してくださったんだよね、きっとね、強いのにってことは。ありがとうございました。カノさんは貧民キープで、次は53分です。
イスミントチョコ。トゥトゥクトゥクトゥクトゥ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 クトゥ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 。次は53分。Wi-Fi の調子が悪くて通信キレ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 。オーマイガー。大富豪キープ。あ、当たりましょうね。うん、コメントありがとうございます。今日はカノンさん&ヤッコホミに会えそうに、あー会いましょう。反則上がりのチーム堂々と負けます。堂々と負けます。ハートありがとう。キスをあげるよ今気づいた思い。ハートありがとう。あとちょっとです。キスをあげるよ。おお、こんばんは。イエーイ、ヤッコファミリーに当たれたよー。はやさんちゃん、よろしくねー。あ、ペコリゴン、ありがとう。お願いします。イエーイ、ありがとう。あ、またまただよね。ありがとうございます。またまた対戦。フリフリフリー。のんち大富豪してて見えなかったかわいてって、そんなこと言わないで。だってなんで。なんでかわいいよ。帰ってみました。お、ほののさん、あ、ちゃんと当たり、あ、そうなんですね。照れすぎて会えないから、え？あ、そういうこと？もう、また言っちゃうじゃん。かわいいよ。あっち、タイミング逃して、オーマイガー。コメント逃してた、逃してた、あ、あー。タイプした。53分逃しちゃった。めちゃめちゃ皆さん逃すやん。あー、この頃当たらんぜ。やべ、当たらない。マッチングに30秒。あ、混雑してる。うん、お、わー、革命。なかなか当たりませんね。あ、革命返し。忙しい対戦だ。ああ、今回はね、みおちゃんのカードの方と、かのんのカードの方と、まひこさんのカードの方と対戦中です。ありがとう。あ、じゃあ、しん、どうしよっかな、どうしよっかな。ありがとうございました。うん、ありがとね。
対戦いただいた皆様ありがとうございました。カノンは革命好きですね。次は富豪です。カノンは48分。富豪です。大富豪つながり悪いのタイミング合いにくいのかな。当たりたいですね。忙しい、そう忙しい対戦だった。いやだ、嬉しいけどやだ。アラブトルのんちが好き、世界一かいのんちが大好き、ありがとう。お、対戦ありがとうございます皆様。ミヤコルミ、あー、ミヤコチしちゃったの。当たれますね、当たりがとう。全然当たらん。あー、当たりますように。大富豪キープスも当たる気がしません。諦めないで。こんばんは、大富豪キープしてるけど、かまちゃん目だけ今日一度も大富豪ない。あ、そうだね、次あたりいける気がする。のんちちゃんもだけど、エマのんちるもありがとうございます。ようこそのんちるもへ。さあ来たよ、次は。おお、こんばんは。ぴょーん、ペコリゴン、あー、ペコリゴンだって。あー、カノンカードじゃん。イエーイ。あ、あ、あー、ありがとうね、ペコリゴン。今回は、ヒメタンさんのカードの方と、カノンのカードの方と、横にゃんさんのカードの方と対戦中です。イエーイ、ありがとう。あ、なんか指がううう、パス。富豪かぶり、オーマイガー。11、またマッチングに長時間。あら、混雑かな。俺も彼女に一ずーちゃん、多分使い方間違ってますって。どういうことですか。愛が足りないのか、こんなにも大好きなのや。おしんさんと当たった、あ、いいですね。ありがとう、ミャオー、ありがとうございます。ペコリゴン、大富豪になりました。もう半年近く対戦してない気がする。コリゴン懐かしい。私は、はあ、ああ、ペコリゴンありがとう。もう自分1年ぐらい経って、オーマイガー。でもこの前、朝の5時台にあるじゃん。お、早っ、めちゃ早起き。次は、あ、え、待って、ボーナスタイムだ。今ボーナスタイムだったんだ。次は11時3分です。マカロンさんが楽しそうだからいっかって、ありがとう。革命したがり屋さん、最近あんまり革命できないんだよね。なんかカノンさんが大富豪になると思うから、宮古市した。お、大正解です。当たりましょう。
プリコン。ああ、みやこち、やだろうね。大福かぶっちゃったから、なりすましもできん。一番、オーマイガーなやつ。さあ、じゃあ、ありがとう。ねえ、対戦ありがとうございます。大福かぶっちゃった。対戦ありがとう。ありです。だってありです。初めてメンバーと対戦。え!カモンが初めて!嬉しい!ありがとう。対戦ありがとうございます。やったー。初めてをいただきました。大さんありがとうございます。自粛してください。もう不転にしてやる。だってあれ大福カメかぶっちゃった。はよさんちゃん、初見さん、ハートありがとうございます。あいちゃんは時間あればプレイしてる。おおすごい。チャンスタイム、ハートありがとう。好きです。 Thank you。 ハートありがとう。マイコさん、今日も夕方にプレイしてたね。おーさすがですね、やっぱイベントねえ。皆さんのコメント楽しく読んでたらちょっと出遅れちゃった、ごめんなさい。気をつけます。初見さんありがとう、ハートありがとう。悔しいので画面のカロンちゃんツンツンしてる。なんて言ってるカロンさん、あってありがとう、ブクブクありがとう。あちー、みやこじん、かのさん頑張って、頑張る。だってごめんね。あいつありがとう。うわあどうだろうこれ、お願いします。今回はですね、ゆきさんのカードの方とラブリンさんの方とサーヤさんのカードの方。おっ、ケツパス。アイスありがとう。あち、明日もまた会いたいなって言ってる。今日会いたい。悲しい。今日会えたよね。クロちゃん、クハミ。あ、え、身を焦じしそうな雰囲気出てるよ。勝つつもりだけど。富豪さんがお強いんだよね。とっても。ありがとう、ときめきおめでとう。ああ、やこじいちゃった。次は8分、隣から明日仕事休むぞ。ダメだよ。仕事頑張って。ありがとうございました、対戦してくださった皆様。よし、会うぞ会うぞ。アイスありがとう。なりすましますか。ありがとうございます。会いましょう。アイスありがとうございます。次は8分、カノは大貧民です。運を変えます。おお、アイスクリームありがとう。いちごアイスクリームだったよ。いちご変わるかな、いちご、いちごで、いちごパワーで向かない、いちごパワーで当たるかな。ありがとうございます、じいさん。アイスクリーム外れだから運を貯められたかな。貯められたかな。のんちに会いますか、のんちていますか。ここにいるよ。
左手うんですよね。頑張ってね、お仕事いつもね、ありがとう。朝も夜も見に来てくれて、のんち対戦できないよ。私も対戦できないよ。腹振ってる皆さん、また高熱出して病院でカノさんに会えなくって、行ってやるのだって。ダメだよ、高熱出さないで、検査行ってやるなんて偉い。どういうこと？あ、偉いよね。あらぶってはります皆さん。なりすまし券200もある。カノンより多いじゃん。カノン大富豪なりすましは199だもん。1枚負けました。さあ次はもう完璧に押すから、8分に。さあどうでしょう。お、横ハミにいる。おー、横ハミリーに会えました。おはようさんちゃん。めちゃめちゃ強い大富豪貧民だ。ペコリゴン、ペコリゴン、わーい、ありがとう。カノンのカードの方とマキコさんのカードの方とマリンさんのカードの方ですね。対戦ありがとうございます。おばさんちゃん、ヤコミに荒ぶってる方しか、怪しい方しかいないのかだって。あ、おはったごん、おはようさんちゃん。そんなすごいルームだったのか。あちよろしくさんちゃん。対戦中なのですね。どうやって出そうかな、これ。アイスありがとう。どうすればいいのか、デルチョン、シャリン、アジ、ジョケンさんありがとう。おやすみとチョコ。アイスありがとうございます。大富豪強かったですね。ペコリゴン、アイスありがとう。大富豪になりました。お、おめでとうございます。キムキゲートおめでとう。あーあー、反則負けしてくれた。あー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 、びっくりこい、びっくりこいだよ。ありがとう。ヤコファミリーが反則負けして、カノさん対戦ありがとう。だってありがとうね、反則負けしてくれちゃって。あー、ありがとうね。また対戦しましょう。ありがとう、対戦 Thank you。 さあヤコファミリーのおかげもあり、カノさん今貧民ですね。ちょっと上がれなかった、その後。はーい、あ、高畑推しが坂本同士になってました。あら、大戦ありがとうございました。ありがとうございました。おはたごもありがとうございます。おはようさんちゃんでした。大戦ありがとう。
これからもチームイーをよろしくお願いします。かのちゃん今ね貧民です。アイスありがとう、対戦本当にありがとうね。カノスです、ありがとう、ありがとう。やっぱり仕事休むとダメだダメだ、一つでも上がったね、だってね、ありがとう。なんちゃんの気持ちが足りないのか、最近配信も見えてないしな、もっと愛を深めます、だってもうめちゃめちゃ伝わってるよ、ありがとう。ひみんです、はーい、うち会いたいわ、会えないと寝れないよ、だって困った困った、それは会わないと。大富豪のままになってしまってすみません。あ、全然ですよ、おめでとうございます、おめでとうございます。強かった、なぶってはる、大差始まってすぐかと思って見起こしてた、悲しい。こんばんは、のんちに会えないのに、のんちに会えないのに、あこれはもう、あ皆さんやってはりますよ、独占を隠してる、阻止しないと阻止しないと皆さん。さあ13分押せましたよ、どうでしょうか。おはようさんちゃんおはようさんちゃん、めくりごん、めくりごんだ、めくりごん、ゆかさん推しの方がめくりごん使ってくれてる、ありがとうございます、入って嬉しい。いやおはようピヨーホーホーペコリコ、ありがとう。アイスありがとう。ダメだ、あ当たったらね、当たった、ペコリゴンありがとう、対戦よろしくです、アイスありがとう。そし気づいてます、気づいてた皆さん気づいてた、対戦中、どうしようかな、ちちちちわー強いわ、マヒアカン、オーマイゴー、 Wi-Fi 頑張って、これはどうなる、これはどうなる、もしかしての、もしかしての、もしかしてですか、こんばんは、ちょっと一回確認してみてもいい、全然勝てないかもだけど、もしかしてそういうこと、忖度してくれてたってこと、ペコリゴン、これおおおおおおとかな、今ね勝てますように、あー勝てるかな、うわ勝てるかな、頑張れ、あいけそういけそういけそう、どう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 、あ考えてた、めっちゃ早かった出すの、ありがとう、多分ね協力プレイで大富豪になりました、ありがとうございます、ペコリゴン、対戦してくださった皆様ありがとうございます、大富豪です、あ富豪おめでとうございます、ありがとう。ということで次18分、カノンは大富豪です、こんばんは、こんばんは、グッドモーニング、あ、グッド、違う、グッドモーニングじゃなかった、今は大富豪キープです、大富豪になりやる、大富豪見ちゃった、皆さんめちゃめちゃ大富豪になってるじゃん、対戦ありがとうね、ありがとう、忖度してくれてありがとう、奇跡的に被ってないのに当たらないっていうのはなぜなぜなぜ、当たってほしいですよね、もう大富豪だらけでしたね、
愛選手にしか会えない横ファミリーで会えますように。愛さんありがとう。大富豪、みんな大富豪かぶったから買えます。みんな大富豪じゃん。富豪だけど5秒に一度通信切れます。それは大変だ、それは大変です。好きです、当たる前に伝える。お、当たれ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 。18分、大富豪です。当たれ当たれ。ちょっと寒くなったかも。ちょっと一旦18分押してからにしようか。おや、なんかどうしたの。来るか、来るかも。あ、今エアコン止めに行けたな。ほい。カロンさんは11期12期に興味ありますか。ありありですね。私はめちゃくちゃじゃなくてちょっとあります。だって絶対めちゃくちゃあるでしょ絶対めちゃくちゃ興味あるでしょうよ。もう溢れちゃってるもん今一瞬。あー、めちゃめちゃ会いましたね。ペコリゴー、お願いします。よこにゃんさんのカードの方と、みるちゃんのカードの方と、なかちゃんさんのカードの方です。ゴリゴン、キラーン、キラーン。そう、11期12期ちゃんと、そうですね、一緒にステージにも立ちたいし、一緒におしゃべりもしたいですね。カノンさんあんまり得意ではないですね多分ね。はい、でもいっぱい知りたいなというふうに気になります。興味めちゃめちゃある。もう無敵のジョーカー、ジョーカー。自分のギャグに寒くなったのだって違うよ、やめてくださいカノさんのペゴリゴありがとう。カノさんのギャグはあったかくなるギャグでしょ。ペコリゴン、わーお、大富豪キープです、ありがとう。アイスありがとうございます。カロンさんのことが好きなんだ、僕はいつもここにいるよ、人混みに紛れて気づかなくてもいい、大好き、君のことが好きだから、僕はいつもここにいるよ、人混みに紛れて気づかなくてもいい、テラスキー。こんばんは、おやすみとチョコパラダイスゲットおめでとう。のんつい大富豪かぶってるてば、うわぁ、ゲーム調子悪い。おおマイガー、今日12期のなんだって。こんばんは、ワイのこちゃんとみやびちゃん可愛がってあげてね。だってみんな可愛いよね本当に。ペコリゴンありがとうございます。対戦ワッフル食べてやる焼き食いには気をつけてくださいよ。この後12期名古屋ガールズフェスティバル放送さ、あ、そうなんですか。どこで放送されるんだろう。イエーイ、みやこちだぜ、当たろうねん、さつきちみやみん。みやこちしてきました、わっ、ありがとうございます。皆さん可憐なみやこちをしてきてくださってる
タンおしタンおしおしタン。ちょっとエアコン切ってくる。私が初めて覚えた曲を歌ってるの、え、君の曲を歌ってるの違う、え、もういい、あーそうなの、この曲なのね。君のことが好きだから僕はいつもここにいるよ、人混みに紛れて。次23分です。さあ、都落ちしました、当たるぞーんだって。皆さん すごいですね、都落ち技術が。対戦どうもどうもありがとうございます。あれ大戦、大戦ありがとうございます。タカさんありがとう。あと8秒カノさんと会えただけなのに、もう結婚するしか。さし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 来た。23分どうかな。こんばんは。リモコンがあそこに置いてあるからね、あんまりリモコンじゃないの。ちゃんのカードの方だ。お願いします。今回はですね、くるみん、くるみんのカードの方とゆきさんのカードの方とみひちゃんのカードの方と対戦中です。ありがとうございます。え、なんかやばい予感がする。大丈夫かな。ドーナツ8個あるから早く商品ないとダメになっちゃう。8個あの丸いドーナツが。それはいっぱいあるね。カノンが協力しようか。カロンが協力してあげようか。レインボーさんありがとう。ペコリゴンありがとうございました。パイセンインボイスターありがとう。初めて覚えた曲アンダーガールのカップリングツーナ。あー確かにね、この曲本当に可愛い曲だよね。スヌマルに当たった。嘘、スヌマルやってんの今。ペコリゴンありがとうございます。スヌマルもやってるっぽいよ皆さん。またタイプして23分のが来た。おーマイガー、こんばんは、おはようさんちゃん。四角ドーナツはありませんって。えこういうさ、ちびっこいドーナツじゃなくて、こう本当にリングの感じのドーナツの大きさのドーナツが8個あるってこと。こんばんは、おはようさんちゃん。協力したら普通の衣装も着れなくなるドーナツ。危ない危ない、ダメだ。アイスありがとうございます。よし、次は28分。対戦、あ、カロンさんからバームクーヘンたくさんあるよだって。もう誘惑がいっぱい。対戦していただいた皆さんありがとうございました。ありがとうございました。アイスありがとうございます。カロンさんドーナツ食べてください。ほら誘惑がいっぱい。君のことが好きだから食べ過ぎどんなコールですか。 AKB オタクやってる時にミュージックビデオ見あさっててハマったミュージックビデオを聞き込んで覚えたのその曲でしたって。今度一緒に踊りましょう。かのんちゃん今ディア富豪、あ、そうです、大富豪です。28分大富豪です。全員カノン
パラダイスやったペコリゴ、あ素晴らしい素晴らしい回ですね、ありがとうございます。できればねカウンが入りたかったですね本当に。おはようさんちゃん対戦ありがとうございます。あっちおはようさんちゃん、のち会えないかったけどそろそろ寝る、寂しいよ寝れないかも、でも寝るきっと寝れないけど、だってあまた会おうね、ありがとう、おやすみ。バウムフーヘン一緒に食うへん、食うへん食うへん、ん、あ一緒に食うへん、あーバウムクーヘンそういうことか、そうか、食うへん食うへん、バウムクーヘン、おーなんかうまい返しを考えたかったけど全然思いつかなかった。カロンさんレアチーズケーキあるよ食べて、だって、え食べる、また誘惑が増えちゃった。今カロンさん大富豪ランキング85、あやっこさんだ、おめでとうございます、やっこやっこありがとう。あカロンが、え違うね、ういえーい、あえて嬉しい、ありがとう、こちらこそ、はい、なんかいいね、いいよいいよいいよ、カードもいいよ、捨てるものがない、どうしよう、1あげようかな、わ1が返ってきた、やったー、やっとカノンデッキで会えたカノンデッキサイリウムもありがとう、今回はですねゆきさんのカードの方とラブリンさんのカードだけど知ってるよっていう方とカノンのカードの方と対戦中です、ありがとうございます。ペコリゴン、やっこやっこ、せーの、革命ヤギニ、ありがとうございます、皆様大富豪キープしました、ペコリゴン、配信が今一瞬止まりましたね、すいません、見えてるかな、あ大丈夫そう、ありがとうございます、ペコリゴン、ありがとう皆さん対戦ありがとうございました。カノンは大富豪をキープして次は33分です、ヤコファミリーマージャン、お、また飲んで、え一緒に踊りましょう、でダンスできないから東海で振り教えてね、だって OK OK カロンも曖昧だけど頑張って教えるよ、シークレットボイス解放です、みおちゃんの、僕は明日池下で桃のかき氷を食べに行く計画です、おーいいですね、いいですねいいですね、しかし当たらんな、だってあらあっちワッフル2つ食べました、おめでとうございます、こんばんは、
いっぱい当たるのね。おやすみさんちゃん、食べ過ぎると明日面白い自己紹介めちゃ思い浮かばないよ。そういうあれなの症状が。お腹いっぱいねえ、からもお腹いっぱい、納豆いっぱい食べて。はやおさんちゃん、もうすぐ43分、ハートありがとう。大丈夫かもさん、近い近いよ。ディスタンス、やっと会えたね。だってね、カノンデッキでやっと会えました。よかったです、ありがとう。対戦カノンさん何か言いましたか。対戦ありがとうございました。ありがとうございました。対戦嬉しかったですよ、ありがとうと思って。そう、ちょっとね、なんか充電してるんだけど、タブレットで配信してるんですけど、消費が早くて、バッテリーのこのディスプレイでの消費が早くてですね、充電しててもね追いつかないんで、どんどん減ってっちゃう、悲しいことに。で 10% を切ったので配信が一回止まっちゃったの。低電力モードにしますかって出てきて、今回はどなたがいらっしゃるかな。お、リーナちゃんのカードの方と、あやめろさんのカードの方と、ゆきさんのカードの方。うわー、どうしよう、迷う。自分で自分を追い込んじゃった。どうしよう。どうなるかな、この戦い。都落ちかな。ういなぜ私は革命をしたのでしょうか。間違えた。めっちゃおバカな感じになっちゃった。対戦ありがとうございました。次は38分、カノは大貧民です。はい、抹茶ダービーの2週後のはくまやんダービーだけど、スタジオのメンバーにはさんちゃん参戦。え、どうでしょうか。まだ出てないんじゃない、スタジオメンバーね。あっち、もう過去にカノさんと対戦した時の感動すら忘れてしまった。そんな悲しいこと言わないで。またパイの実ショコラ持ってきたから、お菓子天国。パイの実美味しいよね。リロード戦ありがとう、さんちゃん独占。そしそしこんばんは。タブレットユーチューバーみたいに見せてる。トムさんしかとしか当たんないようだで。でもパントムさんと当たってるから、時間は間違ってないはずなんですよ。今日は7内で、あららら、お疲れ様です。
消費カロリー群れカウンちゃんのお腹みたいだね。だって消費そうすぐお腹空いちゃうから、エアコンつけるから夢とこさんかぶってもいいんやで。だってなんでやねん、わんこそば。あ、大戦ありがとうございます。ありがとう。なるほど、それは革命をしたかったからでしょうね。そう、あの3ダイヤのハートが最初に出すカードじゃないですか、その持ってる人が。その人からゲームが始まって、でダイヤの3とダイヤの4とダイヤの6があったんです。でジョーカーを持ってる。これ先に出しとかないと、出しちゃったら全部いなくなるから、その後誰かが革命返ししてくれればいけるんじゃないって思ったの。その読みが甘かったですね。誰も革命返ししてくれなくて、自分で革命返しもできなくてっていう結果が都落ちです。お、こんばんは、ペコリゴン。好きになっちゃった、テレリリリン、チュン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 、お願いします。イエーイ。今回はですね、ほののさんのカードの方と、かいにゃんさんのカードの方と、ゆねちゃんのカードの方と対戦中です。はい、好きになっちゃった、ありがとう。4枚あったからじゃない、わざわざジョーカーまで使って。あ、やっと会えた。どれ出そう、どれ出そうかな、うわー、どれ出そうかな、パス。スーパーパラダイス知ってる方がいますね。ありがとう。カノンさんカードなの、カードにしたらかな、当たりません、帰ろうということでしょうか。だってカロンさんカードで会いたいですよね。やっと会えた、ありがとう。あ、2回言ってる、あ、ループしてる。あ、ペコリゴン、対戦ありがとう、勝ってごめんなって。あー、全然謝らないでください。対戦ありがとうございました、 Thank you、 ありがとうね、また会いましょう。おめでとうございます。どうやって出そうかな、これまた。勝てるかな、あ、勝てないよね。勝てないよね、そうだよね。リロード、なりすましか、なりすまし、矢切り、どうかな。お、お、階段、はあ、わー、はーい、ペコリが不合になりました。今回は結構うまかったかも。あ、忖度してくれてたわ。忖度してくれてた、ありがとうございました。ありがとうございます。待ってたかもな、でもな、ねえ、
さんさんと当たったら結婚しそうだから当たらなくていいや。どういうことよどういう理由よ。次は43分レイカノンは符号です。皆様こんばんは。ハートリードジュースありがとう。8連続はやばい。すごい。やっぱり寝れないから戻ってきた。おかえりおかえり。もう12時まで寝らせてゆっくりだし、それで当たらないな。もう諦める。 OK やっちゃおう。今日は12時に終わるにしてもサンデスタイムがあるので53分だと遅いか。48分。あ、そうするともう次になっちゃうから、もうそんな時間か。じゃあ53分がラストですかね。はい、ほい。おはようさんちゃん。赤鬼がいたすごー。寝れまってん。お腹鳴ってないよ。さすがにね。あ、うわー、おはようさんちゃん。ヤコファミリーに会えました。縛り。そう、あやめろさんのカードの方とカノンのカードの方とゆうねちゃんのカードの方ですね。でもカノン推しの称号を使ってくれてる。ありがとう。納豆ご飯はちょっと今はいいかなさっちゃんのリアクション配信。そうね、大富豪はカノのリアクションをお届けする配信ですよ。おやすみとチョコ、アイスありがとう。かぶっとる。お前が、こんばんは。おじゃ一緒だからなりすまさないと。さすがやね、大富豪だから忖度しますせ。だって当たりましょう。ペコリゴン、ねねねねね、いいよね、いいよね。あー、ほらー、やっぱり。あー、もういいんですよ、カロンさん。なんかにそんなにいっぱい忖度しなくてもありがとね。ありがとうございます。ありがたく受け取ります。ありがとうございます。そう、大富豪のヤコファミリーがね、そんなごしてくれて反則あかりだった。ありがとう。まさかとは思いました。革命ピンチです。ピンチ。え、どういう感じ。あ、おめでとうございます。ありがとうございました。はい、符号になりました。ということでありがとうございました。対戦してくださった皆さん、あと今日も残すところあと2戦となりました。48分と53分で終わりですね。ハートありがとう。解放されました。
いろんな人と対戦してください。一気の子に話がまとまらないと言われたリーダー、え、誰が誰が、アイスありがとう、二度目の対戦ありがとね、こちらこそ、反則負けもしてくれちゃって本当に本当にありがとね。そう、今ね、そうイベント期間中だから皆さん好きなカードを使ってね、ハートありがとう。カノンがもうイベント参加してるときは皆さんカノンの応援に駆けつけてね駆けつけてね。のんち好き好きのんちありがとう、好き好きのんち。今なんて、え、こんばん、え、ハートありがとう。カノン今富豪です、富豪富豪。なんちゃん何富豪、お強かったです。あ、対戦ありがとうございました。カノン強かったかな、うれ、ありがとうございます。対戦選球です、カノンちゃんだけ当たれません。オーマイカー、あ、くるみん推しの方二度目だ、ありがとう。カノンのアイコン使ってくれてる方がいる、センキュー、やっほー。マキコさんのカードの方とくるみんのカードの方とゆきさんのカードの方です。カノンアイコンもありがとうございます。アイスありがとう、最後まで楽しませてもらいました、おー、ありがとうございます。アイスありがとう、アイスです、アイスありがとうございます。レインボースターありがとう。13分になったらすぐ寝ちゃうかも、3です無理かも悲しくて、あ、眠くてアイスありがとう、レインボースターありがとうね。どうやって出そうか、パスかな。レインボースターありがとう、配信見ながら皿洗いは1時間で2枚しか洗えてない、なんじゃそりゃなんじゃそりゃ、1時間で2枚、やばいじゃん。あ、お強い、革命ありがとうございます。革命で上がられましたね、素晴らしくかっこいいですね。え、どうしようかな、ティッティーン、テクテクテンテン、もちろん駆けつけます、ありがとう。マイスミートチョコ、大好きなのカノンさんだけ愛してる、愛してるの響きだけで、ありがとうね。こちらこそ大好き、あずした、おはようさんちゃん、アイスありがとうございます。あじー、だるまちゃんがコメントありがとう。強、ありがとう。符号キープできると思ったらヒンミンさんが強かった、ありがとうございます。ということでカノンはヒンミンになりました。ラスト53分はヒンミンです。こんばんは、大富豪継続中、宮古でした、フォローありがとう。どうした、俺カラス倒したぞ、だってお、どうしたどうした、それおかしい、おかしい、あありがとうございます。これもうカノンさんと結婚しちゃうかも、あーラストだよ、ラストチューブはあんまり詳しくないです。でもあの曲聴いたらわかる。でも眠いから33分になったら寝ちゃうなんで、あー当たるかもしれないよ、はようさんちゃん、当たれ当たれ、ティンティンってバチが当たってるようではないか、怪しいね。そう、53分がラストです。こんばんは、大さんありがとう。サネスタイム丁寧に早くやるね、ハートありがとう。
あのさ、カードにしたら当たりました。あアイスありがとう。53分、当たるかな、ラスト。死語でき、いやいやいや死語的じゃないよ、カノンさんはね。ちょっと皆さんと一回でも多く当たりたくて増やしすぎちゃったね。あとちょっとです。怪しい、厳しい、あやっこさんが厳しい、あそういうことね。ちょっとあとちょっと、あ来ます来ます、あの貧民来た。さあどうだ最後。うお最後はエコファミリーに当たれました。イエーイ、はようさんちゃんお願いします。やったね、ミレイちゃんのカードの方と、おミレイちゃんのカードと、ミレイちゃんのカードとやっこファミリー、カノのカードの方です。おはようさんちゃん、わーありがとうございます。ミレイちゃん、イエーイ、お願いします。ぷくぷくありがとう。幕張大月、あーいやいやいや、ああこのカードで思い出したけど、あ待って待って待って、アイスありがとう。ちょっとね大変ですね皆さん、あと 5% です充電が。充電できてるのにどんどん減ってやっちゃう。ううう、アイスありがとう。ペコリゴン、あーもうこれはもう絶対終わり、か勝ちですね。ミレイキャーン、静かになったと思ったら止まってた、そうなの。ありがとうございました対戦、みんな戻ってこれるかな、戻ってきたかな皆さん、ありがとうございます。うー革命、ペコリコンありがとうね、最後に当たれたね、ありがとう、イエーイ、ありがとうね。はい、ということで皆様、対戦してくださった皆様ありがとうございました。13位からサンデスタイム行かせていただきます。対戦ありがとう、こちらこそ。13位、阿部ちゃんさんです、アットマークコミネットリー、ありがとう。12位、ともた、たもた、たもちゃんさんです、ありがとう、 Thank you。 11位、カーツ体操です、ありがとう、 Thank you。 10位、アベちゃんさんです、アトマクくんべっとり、おれとくで OK OK、 ありがとうね。9位、マーキコさんです、これはあれ違うよね、え違うよね、
マイクさんじゃないよね、マイクさん、ありがとうございますありがとう。8位ネバサマさんです。あとマークコミにあおでてん、ありがとうね。 Thank you。 7位まさにしさんです、ありがとうございます。 Thank you。 6位まる元気さんです、ありがとうございます。 Thank you thank you。 5位中年おじさんです。あとマークオンユコミに、明日のシュシュは納豆パッケージなんでやねんありがとうございます。鉄なのシュシュ、納豆パッケージはやばやばだね。4位さんまるさんです、あとマーク込み大好き、ありがとうね。 Thank you、 ありがとう。そして3位キヨさんです。カノさん好きや、ありがとう。あとマーク込みにありがとうございます。そしてそして2位ギョザさんです。あ、ウフナのヒロさんです。ギョザありがとう。 Thank you thank you。 納豆アバターだ。そしてそしてそして今日の大夜配信第1位はトゥルトゥルトゥルントゥルトゥルトゥルントゥル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 ジンさんです。横浜にこんなに大好きなのに、うー会いますように、でも愛し続けましたってありがとう。一年素晴らしい、パパパパフ、ありがとうね。会えますように祈ってます。これはあれだよ、カードは多分クマだったと思う。ポンプンだったらもっとねっていう顔してるから、カードはクマさんだったと思うね。大富豪のカードね。一年素晴らしい、ありがとう。そして今日の85位やっこさんはタラッタッタッタン、誰かな誰かな誰かな、風月さんです。素敵な、ありがとうございます。あなたもぜひ頭がかこみになっちゃってくださいね。キュッ、ありがとうございます、ありがとう。ということで今日会えなかったよ、あ、会えた方まず大変ありがとうございます。そして今日会えなかったよって方でも、たくさんカノンのカードでプレイしてくれたり、カノンの配信見ながらプレイしてくださった皆さん、ありがとうございました。それでは今日もこの辺でまたこやね、またね、おやすみ、バイバーイ。ギリギリ、あーありがとうね、明日また朝ね、はい、朝会いましょう。おやすみ、公園で大好き、ありがとう。おやすみ、おやすみ、みんでみ、おやすみ、ありがとうございました。さあよ、おやすみとチョコ、ゆっくり食べてください。食べません食べません、ありがとう。バイチャーだるまちゃん、ありがとう。またねまたね、バイバーイ。